でした？ビビットキャンバスの花丸アンダンテは。すっごいよかった。本当にすっごいよかったよ。だよねだよね。私もこの花丸アンダンテすっごい好きなんだ。とはいえビビットキャンバスの皆さんならもっとできます。まだまだ上を目指しましょう。あのちょっといいかしら。千里ちゃん。ビビットキャンバスの皆さん、私の個人的な感情にあなたたちまで巻き込んでしまって本当に情けなかったわ。私は自分の夢を守るためにあなたたちの夢を阻もうとしてしまっていた。アイドルは誰かに夢を与える存在のはずなのに、本当にごめんなさい。今の花丸アンダンテぜひライブで聴かせてもらいたいわ。千里ちゃん。あ、私も一言いいかな。私ね、みんなのおかげで分かったことがあるんだ。アイドルって常に先輩たちを超えていかないといけないんだって。私があゆみさんを超えたいと思っているように、ビビットキャンバスの3人にも私たちを超えたいって思ってほしい。アイドルってね、多分たくさんの輝きや思いを受け継ぎながら成長し続ける物語なんだと思う。そう、みんながそれぞれ頑張って競争しながら成長し続ける物語なんだよ。この物語はパスパレだけの物語じゃない。アイドルっていう存在がある限り決して終わらない物語。私たちはそういう大きな物語の中にいるんじゃないかなって思ったんだ。だからね、千里ちゃん、これだよ。それはオーディションの時のひまわりのチャーム？千里ちゃんと一緒にオーディションを受けた時、競い合いながら一緒に作り上げていけた気がした。競争って勝ち負けだけが全てじゃない。競い合いながらお互いに成長し続けるやり方だってあるよ。私は、パスパレはそういう競争をして、全てのアイドルがもっともっと成長する物語を描きたい。アイドルとは終わらない物語。あやちゃんにはかなわない気がしてしまったわ。すごいスケールです。自分たちはそんな大きな物語の中にいたんですね。なんだかワクワクします。つまりアイドルとは脈々と続く壮大なストーリーなんですね。それこそまさに武士道です。あやちゃんって本当面白いよね。普通アイドルのことをそんなスケールで考えなくない？そっかなけど多分私はアイドルが大好きなんだと思う。ビビットキャンバスの皆さん、曲の入りが少し遅れてます。ここはバチッと揃えていきましょう。ここはアンコール明けになるから、お客さんもすっごい盛り上がってるはずだよ。お客さんの声に負けないくらいの気持ちで、一番後ろのお客さんまで歌を頑張って届ける感じ。